平井栄子は大正末期から昭和初期にかけて同様のジャンルで活躍した日本の歌手である。出生名は林秀、原生名は鈴木栄子あるいは鈴木武氏、旧姓は平井。東京府東京市四谷市潮町出身。7歳で高田露伴の妹、高田信子に支持し、ピアノを学ぶ。その頃、作曲家の中山新平の文化生となり、 1928年、日本の本から、童謡歌手としてデビューする。日本ビクターの創立と同時に、専属の童謡歌手となる。野口宇宙、中山新平のコンビによって、作曲、作詞された童謡を主に歌っていたが、笹効果が作詞、作曲した楽曲も歌い、本人団によると、一番、可愛がっていただいたのは、くれないかだという。くれないかの曲は、 全部好きだが、中でも1929年に発表され、大ヒットしたおとぎ歌劇、ちゃめこのついたちが、特にお気に入りだという。1934年に編成期のため、同様歌手としての活動を終え、武蔵野音楽学校声楽科に入学する。卒業後の1936年に流行歌手として、再デビューし、喜劇俳優の岸明とのデュエットによる、タバコ屋の娘が、 大ヒット。20代半ばの頃、ビクターに所属していた、専属の作曲家、鈴木誠一と結婚し、歌手活動を引退した。音楽界を引退した後は、姿勢の人として暮らし、表舞台に出ることも全くなくなったため、長らく消息不明の状況が続いたが、二千十四年に、ビクターエンタテインメントが、平井のベストアルバム、スターデラックス平井栄光、制作。 発売するにあたって、所在確認を行ったところ、2014年10月時点で、健在であることが明らかとなった。東京都内の老人ホームに入居していたが、2021年2月21日17時30分、老衰のため104歳で死去したことが2021年5月13日に報じられた。1948年。ありがとうございます。